結構古い。誰もいないし、なんか故障してるのが。これ？これもあかん。ワンプレイヤーしかできない。反応してない。反応してない。ゲームセンターの頭やな、お前。ゲーセンってこんな感じだよね。いや、赤外線、高速赤外線対応。はい、ということで次は和集団ハイランドにやってきました。うわ、めっちゃ久しぶりに来た。私は4年、4、5年前にカウントダウンで、年末の。びっくりした。車が縁石に上がって大丈夫ですか？90度になるやつを乗ったんよ。こうバーって行ったらグーって後ろにあれです、あれです、あれです、あれ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 、そうそうそう、あれ、あれ、あれ、90度になるの、落ちるときに、ね、今日はね、今日はね、全然でも、マシューザーハイランド全く関係ないからね、全く関係ない。あ、年パスがあるわ。これはもうですか？いや、これはこれだけすごいんですよ。あ、でもいい値段で4000円ぐらいよね。4000円しますね。3800円。ここは、ね、一番気になってる。ここ行きましたよ。行った？うわ、すごい。見て、プリントシールマシーンだって。はい、なんか古い。古いよな。うわ、なんかもう。結構古い。古いデリケのキャラとかあってもある。これマジでいつも本当に長いって。一見気分上昇。誰もいないし、なんか故障してるのが。なんかこれ全部多分こっち向いてるんだって。あれだね。匂うの？匂い点やないや。匂い点みたいな。ボロボロっすよ。何これ、なんか初めて。結構レアな。なんかゲームがありますね、これほとんど。そうだな。これ全部、これも壊れてるな。これも、え、これも、これもあかん。え、で、これはいいです。見て、こんなになんか
これってなんか白くない？これどういう感じ？まっすぐじゃないんだっけ？こう、そうそうそう、どうする？でもあれやろ、片方薄いな。うわぁ、やばい、いうわけで終わりです。後ろ向いてるの全部あれやね、昔のゲームですか、うん、使えない壊れたやつ、ね、すごいこれ。あーなんかこんなあった、なんかこんなあーなんかかわしいみたいなやつ。バージョン、これなんと UFO キャッチャー無料券がついてくるお得な景品と見れる。これも昔見たことあるかも。あったあった、あった、有名よね。ワンプレイヤーしかできない。一人でやりたかったなじゃあ、はい、私頑張ります。スタートボタンでキャンセル。スキップとかじゃなくてキャンセルなんだ。キャンセルしたらやばくない？え、くれ。えぐ。へえ、緑。どっち？反応してない、反応してない、多分反応してないかも。撃っとるやん、撃っとるけど多分レーザーがうまくない。撃っとるよな、めっちゃ撃っとる、撃っとる、撃っとる、死んだんだけど。コンテニュー、もうしんじゃん、早い。私撃っとったよな。ゲームセンターの言葉やな、お前十字架に見えてしゃあないやけど。十字架に無造作に、うわこれやばくね、これ平成ってこんな感じだっけ。いや多分廃墟みたいな、廃墟みたいな。なんかあれだと思ってる。ええー、全然ってどういうこと。なんかもう椅子が将軍用のチームで対戦 VS。 なんかもう前のプリクラすごいギャルじゃない。こんなんやないよな、今。今こんなジャラジャラしないやつ。赤外線、高速赤外線対応。赤外線ってまだガラケーの頃じゃないですかね。しかもこれ見て、これ昔のあのほんとガラケーじゃん。中身取ったやつ。もうなんか枯れてるし、うん、スピーカー結構いいスピーカーやね。でも昔ここなんかやってたんじゃない。サントリーのオールモルツビアって書いてる。なんか飲むような
テラスじゃないけど、ありますね。でもそういう飲むビアガーデンじゃないけどっていうのがあったんじゃない。なんかほぼ照明があったのことはステージだと思う。うん、はい、どうでしたか。いや、初めてこんなところあるんだってちょっとびっくりして。これはもう営業中ということで大丈夫ですか。多分もう音楽かかってもう、そうだよね、やってるから営業中ですよ。そうだよね、こんなところってあるんだね。で、ちょっとあの衝撃を受けながらも、まあ楽しみましたけどね、私は。楽しかったね。なんか100円入れても当たらない。そう、当たらないやつとか。まあ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 、あとは太鼓達人でどうだろうっていう逆とか。ね、一番が奇跡とか。そう、でもこんなに覚えてないんじゃと思ったけど、まあ、レアよね。なかなかこんなところを探そうと思ってもないっす。そう、ないっす。まあ、なんかある意味なんか、なんて言うんだろう、秘密基地、秘密基地無理やりぶっつけてた。まあでもね、こういうね、なんか珍しいやつ。そうなんか懐かしい、多分昔の人には、あ、懐かしいって思うゲーム、私もあったし、まあ、じゃんけんのやつが懐かしいとか、見て懐かしいっていうレアのゲームとかも絶対に今ではない、私流行ってたゲームとか絶対にあるんじゃないかな。これとかないな。すごいですね。そういうことでね、あの、まあ、はい、そのまあ懐かしみたいっていう人がいたら、そうだね、あのレアなんで、まあ、ぜひ遊びには来ていただいて、楽しいかもしれないです。はい、やってみてください。はい、です。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。